こんばんは、クルアンです。今日は iPhone6 Plus のスクリーンを交換したいと思います。それでは早速始めます。まずはいつも通り SIM カードを抜いて電源を落としておきます。そしたらライトニングコネクタ横の星型の特殊ネジ2本を外してホームボタンの横に吸盤を貼り付けてヘラなどでゆっくりとスクリーンを外していきます。そしてバッテリーコネクターカバーを外したらヘラを使ってバッテリーを外します。その次に、スクリーンケーブルカバーをのネジを外してケーブル類もヘラを使って丁寧に外していきます。はい、外れました。スクリーンを外したらホームボタンを外します。まずネジを2つ取ってカバーを取ったらここにタッチ ID センサーのコネクターがあるのでこれをヘラでゆっくりと外してで粘着テープでスクリーンにくっついてますのでそれをヘラで慎重に外します。ホームボタン自体は外側から指で押してやれば簡単に外れます。その次フロントスピーカーとカメラのカバーを外します。そしてスピーカーを外してでここからが、今日一番慎重になるところだと思うんですがこのたくさんあるケーブルこれも粘着テープでスクリーンにくっついてますのでヘラで切ってしまわないように慎重に外していきます。はい、外れました。こんな感じですね。ここまでできたら今度 LCD スクリーンカバーを外します。ネジは合計で8個あります。はい、ネジを外したらタッチセンサーが、くっついてますのでこれも慎重にゆっくりと外します。これが外れれば解体作業完了です。そしたら新しいスクリーンに、元に戻していきます。私こんな動画をいくつか上げてますけども全然プロでも何でもなく、素人なのでネジがとても小さくてよく紛失してしまうと思うんですね。私も最初の頃よく紛失したんですけどもコツとしては外した場所この作業場の横に仮想 iPhone じゃないですけどそういう場を作っておいてそこに外したネジをそのままの位置で置いていくと、ネジをなくしたり分かんなくなったりすることないと思います。非常に手がドアップになっててすみません。
イム完成ですね。iPhone の分解をすると以後 Apple の保証は受けられなくなります。また電気系統の改造は大きなリスクがありますので自己責任のもとでお願いいたします。今日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。